generation of Japanese kickboxer! すごい格好つけたがりなんで、とりあえずひたすら格好つけて、で、まあ、入場から見せて、一瞬で倒せる。そういえば大樹何してんのみたいな話になったんですよ。今もうボクシングもやめて、モデルとかいろいろなんか迷ってる時期だったんですよ、ちょうど。そこで父親が、じゃあお前キックやれよ。で、1年ちょっとで今ここにいるんですよ。すごくないですか。白鳥のように羽ばたきますよ。もともと始めたの、親が格闘技大好きで連れられて行ったんですけど、もうなんか戦うことが好きだったのか、初めて組手した時に、ああ楽しいなっていう。空手やって格闘技どんどん好きになって、まあ、当時 K-1 がテレビでやってた頃、マサト見てキック始めました。自分もこうなりたい、これ以上なりたいっていう。人をなんか引きつけるやっぱ魅力ある選手になりたいんで。WPMF という日本のベルトを巻いて、そこからボクシングに転向したんですけど、やっぱキックは好きだったんで、ボクシングに行ってもやっぱどうしても諦めきれなかったんですよね。シアトル選手、ボクシングから戻ってきてくれました。まあ、この先どうなるか自分ではまだ分からないですけど、満を持して帰ってきたって気がしますね。まあ、自分の人生なんで、やりたいことをやろうっていう。いただきます。ずるいよ、普通に食べてるだけでいいんだ。そう今最高のチームで毎日充実した練習ができてるんで、パンチだけの世界でずっと戦ってきたんで、もう以前とは比べもにならないぐらいパンチ力も、精度もついてるんで。いや、あーっ、左、あー、カウンターで入りました。ガッカーゾーン。もちろんボクシングに行ったけど蹴りでも倒せるっていう。はい、どうもありがとうございます。皆さん応援ありがとうございました。強い選手やりたいんで、誰でもいいんで。なるほど。おー、左キック。おー、当たってますね。同じ、あーっと言います。期待と待ちのオウト。おー、当たってますね。当たったっすね。あ、鮮やかなターンを奪いました。おー、今後の白鳥の羽ばたきが、なお一層楽しみになってまいりました。手料理はデミグラスソースのオムライスが好きですね。ケチャップではない。ケチャップじゃないじゃん。デミ派なんです。デミ派っす。イケメンだから何なんだ。そんなこと言ったら秀樹だってかっこいいかっこいい言われてるし。ライズライト級王座決定戦、黒負けていますよ。中に入ってきます。あ、試合終了です。やっぱボクシング行ったことは本当間違いじゃなかったし、ボクシングで教わってたジムの会長、トレーナー、本当感謝してます。まあ、キック界に今までなかったような形でどんどん盛り上げていきたいし、だからこのトーナメントで本当変わると思います。はい、強豪がひしめきますがいかがですか。もう上等ですよ。はい、その表情、そして戦いぶりは王子様と称するにふさわしい。綺麗に戦おうとか思わないで、ちょっと打ち合っちゃおうかなと。この膝が生命線だ。右、あ、左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 、残り1分だ。さあ、魂の打ち合い、ダメージありますよ。ダメージ、これは、これは、僕はまだまだこんなもんじゃないです。はい、もっと強くなります。7月エディオンアリーナ大阪で待ってます。普通の選手で終わるか、スターにこのまま行くのか、この一戦で勝ってんじゃないですか。シャドウ君の場合はね、根性負けしなきゃ勝てると思います。うん、大阪は俺が爆発させますよ。もう血まみれになろうが骨折れようが潰しに行きます。セッサードーグワンマン。セッ
まさかそんな自分が現役のチャンピオンと戦うことがそんな日が来ると思ってなかったんで、今まで。こうやって勝てたことはベルト取るよりも嬉しかったです、はい、もうここまで来たら俺が取んなきゃ、ね、ダメでしょ。ライズワールドシリーズ2019クライマックスを迎えようとしています。 61kg トーナメント決勝戦、すぐに反応します。右フック、そして右フック出てきた、左ストレート、ギーだギーだ、見てますよこれ、はい、これから僕の時代です。いや、まあ、カリスマになりたいですね、はい、って呼ばれたい、呼ばれたいですね、まあ、いつまでも王子じゃダメですよ。キック復帰して11戦なんですよ、まあ、かなりのハイペースなんですけど、もう負けずに来てるからこうやって流れが来てるっていうのは間違いないことなんで、2階級制覇できるのは僕だけなんで、もう本当今からすごいワクワクしてて、僕のためのトーナメントだと思ってるんで、とにかく勝ち続けることが一番大事ですね。